はい、っていうのは雨の中、さあ今日はどこに来たか言いますね。ここでございます。ここわかりますかね。ここです。ここわからんようなところでは、はい、これ有名だそうです。有名ね、はい、これ河原です。河原を埋めてあるんで、山道にね。はい、後ほどわかりにしましょう。はい、これわかりますかね。はい、ここでございます。今住職の方でね、撮影の許可いただきましたんでね、はい、ここでちょっと撮りましょう。はい、ここでございますね。あんなの、じゃあ外をちょっと一回撮ってみましょうかね。外をこんなんですよ。もう分かりましたかね。もう分かったやろね。はい、ここです。そうです、立花寺でございますね。ここは聖徳太子がお生まれになられたそうですけどね。細かいな。はい、こんなんです。外観をちょっと見てみましょうね。そして中入りましょうかね。これです。国立大丸でしょ。300m ぐらいありますね。ここ見た感じね。200m 以上でしょうね。中ちょっと入ってみましょうね。はい、入ってみましょう。ちょっと手持ちのね、カメラが全然趣味入れで、手持ちのカメラだからちょっとブレるけどごめんなさいね。これで撮りますんで。はい。本堂とか中は撮らないでくれということですんでね。随分古い建物も残ってるんですけど、これね。こんなんです。配管料が350円でございます。はい。配管の場合はね、本堂にね、払ってください。ここ誰もいらっしゃらんのでね。はい、入ってみましょう。雨の降る日にね、わざわざ、初めて来たんですけどね。まあ、いろいろ聞いておったんやけどね。ね、こんな、これ本堂ですよ、本堂。本堂ぶらがったからね、ぶらがった感じですけど。はい。ちょっと行ってみましょう。ちょっと雨がね、まだ降ってるんやけど。あの建物なんだろうね。あの建物は柄いっぱいあるんだけど、もう弘法大師さんがまたあそこにいらっしゃるね。こんなんです。はい。この二面石どれやろ。え、どこにあるの。二面石どっかで見たんやけどね。ああ、飛鳥資料館で見たんですか。二面石をね。どこにあるんだろう、二面石は。わからないね。今ちょっとね、二面石を探してますけど。これ本堂ですね、本堂ね。え、二面石、これか、ちょうどね。二面石、こちらの方ですか。あ、間違ったかな。いや、これ見たらこっちじゃねえ。よし、二面石を探してね。どっか、資料館でね、あ、右か。資料、あ、これのこと。資料館で見たんですよ、二面積。あら、資料館の方が綺麗やわ。そうだな、これ古いやろうから。飛鳥時代の作でございますんでね、1300年か、1400年ぐらい前になるんですかね。こんなんで、これ、こっちが見たわけや。ね。はい、ちょっと下がね、もう水で、水たまりになってね、ここに池があるんだけどね。はい、池があってね。はい、ちょっとなんか、はい、失礼します。上がってみようか。ここね、この池ね。ああ、この池ね、これ見ましたわ。ね、この池はね、YouTube で見たんやけど、こんな池やったんかいな。ああ、なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。これずっと入れんのかね、これ。なんか。山の方に入っていけんのかな、これ。
はい、失礼します。うわー、水っぺ。あ、これいけないな。残念でございました。ちょっといけないから、ちょっと U ターンしましょう。いやー、下水たまりや。池の裏を、これ本堂で、本堂の裏をここから見た感じやね。住職さんがね、笑ってたんだけどね、ここに来る人は初めて来たってものすごいんやけど、みんな忘れてんやって、ここ夜をね。そんなこと言ったね。初めてみんな言わはりますね、言うて。この音は何だろうな。金200円。200円ぐらいと足出せるぞ。ね。いつの200円だろうね。明治か大正の時代だったら200円すごかったらしいけどね。はい、なるほど。ここなんだ、これ観音堂になってるな。これ昭和38年昭和38年になってるな、これな。昭和38年になると、ほら、10万とか、170万とかなって書いてある。金、これ、300万 ?100 万。昭和になるとそんなんか。100円じゃないね。100万になってるね。単位がね。清掃員。こっちかい。カイロ跡、どこにあるの、カイロ跡は。この天井があれば中取られんからね。よっしゃ、な、ね、U ターンしましょうか。なかなかいい景色よ、雨降ってるけどな。あそこのね、原風景の日本のね、これが。田んぼが横見えないかね。田んぼがちょっと見えない、ちょっと見えないな。田んぼが見えたらいいことないんだけどね。ああ、ここには紋章がありますな。ちょっと見えないか。ここにね、紋章がね、あらあら、よし、ここね、これ紋章が残ってます。こっちから行けるね、こっちから行けるね。この雨の中回ってますね。はい、ここは左に回廊回って、おお、ええ建物があるぞ。これはこれ思うか、これ。いや、そんな古くないからね。どれぐらい、ああ、こっから入れんねんな。こっちは正面かもしれんな。ほらほら、こっち正面やわ、これ。おそらく反対から入ってきたんじゃん、ほら。ほら、うちの駐車場で、あ、こっちから入れんだ。こっからほら、ああ、なるな、そこの道降りたとこね。だから、これが南大門っていうことか。聖徳太子第8番霊場最後、第10番、どういうことだ。10番とか8番とか。ああ、あれが二面石碑の有名なのからと書いてあるんだよな。はい。なんか、これまっすぐ行くとちょうどね、正面が本堂やで、ちょうど裏から入ったんだわ。はい、失礼しました。ここから入るとね、おい、はい、失礼します。はい、失礼します。雨の中は。あ、これはいいね。ここからにね。はいはい。横に紋章がね。なるほど、こっちからやったよな。ああ、これいいね、これが、これ。これ。もうたまらんね、こう、土壁がね。しっくりが外れてね。はい。
寂れた山のね、お寺の感じが出てます。人がなんか来ないらしいね、ここ。なんでなんだろうね。まあ、私も初めてやけど。ここにあるの分かってたんだけどね、なんでやろうね。はい、ここに、立花寺の